はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D 続きをやっていきたいと思います。ですね、今回はですね、前回ね、バルボロス入ったんですよ。で、配合して今プラス99のね、モンスターと配合したのでレベル1になりましたけど、まあ、SS プラス99ということでね、今日入っていく、まあ、ダンジョンでね、レベル上げれば強くなるでしょうね。あと、このグランスライム2って書いてるんですけど、グランスライム2体配合したグランスライムなので、反対側でね、ゴールデンスライムじゃなくて、ゴールデンゴーレムを2体配合したゴールデンゴーレムと、このね、グランスライム2体配合したグランスライムね、まあ、4体配合ですよね。それでゴールデンスライムができるらしいので、で、ゴールデンスライム持ってると行ける扉とかがあるっていうね、情報を聞きました。でね、こんな感じでやってるんですけど、まあやりながらね、進めていこうとは思ってるんですけど、ですね、まあ今回行くんですけどね、まあいつもこの動画、テリーは、まあ撮るとね、すごく長くなってしまうので、30分とかかかっちゃうので、あんま冒頭でね、いろいろ説明入れたくないんですけど、ちょっと一個だけ入れさせてほしいんですけど、これテリーとね、一緒にちょっとマリオやってるんですよ、自分。マリオ&ルイージ RPG。でね、4日ぶりにちょっと配信したら、テリー面白くてマリオつまらないからマリオやらないでくださいっていうコメントとか来て、そうすると、途中まで進んだゲームね、やめなくちゃいけなくなって、中途半端な気持ちで、やめなくちゃないので、テリーもね、すごい中途半端な気持ちでプレイするような感じになっちゃうんですね、自分の中で。なので、一回手つけたゲームはやっぱり最後までちょっとやり通したいので、まあ、テリーも配信しつつ、マリオもね、配信したいので、で、マリオやめるんだったら、ちょっとテリーも、もう中途半端なこと嫌なので、まあ、マリオやめんだったらテリーもやめようかなってちょっと思ってますね。なので、もう配信自体ね、テリーやめるんだったらもちろんマリオもやめますけど、だから自分のね、好きなようにちょっとゲームやっているので、そこら辺ね、ちょっと任せていただければいいかと思います。なのでね、思ってもね、やっぱコメントに書くと、他の人もやっぱ気にしてね、やっぱね、こう、カズボーさんの出してるゲームなんだから、とかね、そういう喧嘩なったりの元になっちゃうので、まあそういうね、ことはね、やっぱ何書いてもいいかもしれないけど、書いてね、揉め事になることは、なるべくね、自粛して控えていただきをお願いいたします。テリーはテリーで出すし、逆にね、テリーを5回連続出してて、マリオ4日連続出してなかったので、出したってのもあるので、また次出そうと思うので、まあ見たくなければね、見なければいいだけの話なので、ね、まあ見たいのだけ見ればいいし、あっちはあっちで、自分アクション苦手なので、まあ他のね、アクション慣れのためにやってたり、まあ自分のね、実況のね、スキルを磨くためにやってたりもしてるので、まあそこら辺ご理解いただけるといいと思います。まあマリオやってることによってね、そのね、まあ、知識応用できてテリーにね、活用できたりするので、やっぱそこら辺ね、実況のやり方、自分のやり方なので、それ崩してしまうとちょっとカズボーのゲーム実況じゃなくなっちゃうのでね、それだったら違うチャンネル作った方がいいって話になってしまうので、よろしくお願いいたします。ということで、今回は、サバキの扉はレベル6。まあ、冒頭にちょっとすみませんね。失礼します。3分ですかね。誘いの扉が5なんだ。じゃああっちの方が難しいんだね。じゃあ誘いの扉行ってみましょう。誘われてみましょう。ちょっとね、自分からの、まあ、ちょっと実況者カズボーからのお願いなんですけど、テリーも出すし、マリオも出しますので、まあ、見たい方を見てくれればいいと思います。あっちはあっちでね、アクションが下手なので、下手なりに、やっぱりトーク力とか、ね、やっぱ編集とかね、やっぱすごい下手な人でも、どうやって攻略したらいいんだろうとかね、いろいろ考えながらやってるプレイなので、そっちはそっちでね、まあ、頑張ってます。別に再生数とかそんな気にしてないんですね、自分。お、かまいたち捕まえてないじゃん、そういえば。一回レベル上げた方がいいかな。ギュメイ将軍がレベル1なんですよね。で、バルボロスも入れたいので、どうなんだろうな。一回戦ってみようか。まあ、これで多分一掃してくれるので、ね。まあ、やり方的にね、やっぱ見たいの、あるの分かるので、まあ、テリー見たいって方の方が多いってだけの話なので、マリオ見たいって方もいますのでね。やっぱそっちもね、テリー見たいっていうのに、ね、テリー面白くないからマリオやってくださいって言われてると、やっぱテリーをね、楽しみに今こう見てる方もね、そういう気持ちと一緒なので、まあ、そこら辺ね、分かっていただくと嬉しいと思いますね。まあ、同じことなんでね。ただ、そのゲームによってね、見る人が多いか少ないかだけの話なので、自分からしたら。まあ自分は自分の好きなゲームをね、やるだけなのでね。もう今、ここの誘いの扉と次のもう一個、星6の扉ありましたよね。そこやったら、
あと、まあ、他にも扉出るかちょっと分かりませんけど、あれですよね、ランク S ですよね。とうとう星降りの大会近くなってきてるんでね、ここで配信やめるのも嫌ですよね。それと同じことになっちゃうのでね、マリオも結構いいとこまで来てるので、あそこでやめちゃったらすごい中途半端なんですよ。なんで、ね、そこら辺ね、やっぱね、動画の内容で言ってるんですけど、動画出してね、1分2分でね、やっぱそういうコメント来るとね、何のためやってるんだろうって思っちゃったりもするので、やっぱちょっとね考えてほしいですよね、そこら辺ね。はい、羽スライム捕まえました。まあ持ってるんですけどね、これかなりいい材料になるので、ストロングアニマルもいるね。絶対何回になるな、これ13階建てなので、さーっと行こうと思うんですけど、お、なんだ。お金ももう一個ね、3桁ですけど、4桁ぐらいのお金、やっぱ落っこってたら嬉しいですよね。後で落っこってんのかな？なんか、あ、スプリンガーだ。これはちょっと捕まえたいな。まあ、こういうなんか音が鳴ってない状況の時とか、やっぱ霧が濃いと、あー、デザート、デーモン。これ、ギュメン将軍じゃなくて、バルボロスの方がいいかな。これ、ね、バベルボグルいたんですけど、暗黒の魔人にしちゃったんで、まあ、肉あればね、なんとかなるんですけどね。バルボロスの方がいいかな。これは C ランクか A じゃないわ。なんか結構いろんな配合からスプリンガーできるんですけどね、まあ、作ってないだけであって、スプリンガーともなんかできそうだな。スプリンガーと何かで何かができるみたいな。とりあえずこういうとこに他国のマスターいたりするんで、くるーっと回って、あ、葉っぱがあった。ただ薬草だったりして、お、常薬草か。まあ薬草じゃないだけまだいいですけどね。で、ここ音鳴り出したらまた違うモンスターが出てくると思うので、今だけかな、スプリンガー捕まえられるのは。後で戻ってみてね、配合した時に、まあ、スプリンガーがどうなのかとかね。他国のマスターいるかな、まあ、降りてたらそのうちいるでしょうけど、そんなに急いで見つけなくてもいいか。まあ、いるときはいるんでね。前回みたいなバルボロスとかいきなり出てくるときあるので、あれがね、やっぱりね、美味しいですよね。こういうとこにいるんですよね。お肉。お、デザートデーモンか。これなんか普通に捕まりそうですね、これ。多分ランク低いので。アークデーモンの方が多分、ね、ランク高いんですよ。A ランクとかね。これ肉いらないか。ダースウルフェンもね、ドラクエ8に出てきたキャラクターなんですけど、というのがあんまり冒頭でね、まあちょっとくどいんですけど、まあ説明したこともね、あんまり本当は言いたくないんですよね。言うとね、今度そこをまたね、足元すくうみたいに、文句ばっかカズボーは言ってるなとかね、また言う人とかいるんですよ。だから、切りないので、あんまりね、こう、揉め事も起こしたくないので、自分の動画の中では。だからなんかね、なんか揉め事起こるとしたら何かしらね、
もうその引き金になる元があるので、1がなければ絶対2にはならないので、まあそこら辺ね、やっぱ見てる方もね、ちょっと協力していただけるとね、ありがたいですね。で、まあそういうの見かけたら、やっぱね、注意していただけると、やっぱ自分としてもね、全部コメントを見れない時もあるので、嬉しいですしね。まあこういう話もしながらね、まあゲームしたり、たまにはね、こういう話してゲームしたり、まあ他のことやりながらね、ゲームしたりね、まあいろんな要素取り入れてますので、自分の場合。溶岩魔人。溶岩魔人2体ちょっと作っちゃおうか。ゴールデンゴーレムちょっと欲しいんですよ、2体ね。あれ？シルバーデビル。あ、これは作ってない。シルバーデビルと、もうなんかでまた、バズズでき、シルバーデビル4体か。4体でバズズ確かできたな。特別配合かなんか。まあいいか、まあそれは後でいいか。とりあえず溶岩魔人が欲しい。まあこれはね、いるんですけど、2体配合した溶岩魔人、まあオスかメスにしとけばね。とりあえず溶岩魔人の部は終了で、あと氷河魔人がなかなかねできないので、ね、あ、結構ここまで来ると大変ですね。 10% こっちは、あー 4% か、まだレベル低いもんな。あ、でも捕まった。確かオスがいたからメスだった。あ、オスか。よし、これで溶岩魔人がいた。バルボロス、振ればいいんだ、そういえば。スキルを。黒く輝く闇。ドルマドンまで覚えられるね。輝く息。輝く息も覚えたいけど、守備、あ、攻撃力アップがないのか。黒く輝く闇。挑発まで覚えちゃうとまずいんですよね。とりあえずはね。まあ、とりあえずこれも十分かな。グランスライムも美味しいですよね。シビルカップしか今あげるものないですけど、後でまた振り分けて、もっと上のスライムにしてからね、強くしようかなと思ってますけどね。ん？なんだ？お、メドーサボール、久しぶり。あー、これはちょっとあの、ここしかマップがないのでセーブできないんですよ。なので、一発勝負ですね。まあ、昔捕まえてるんで、メドーサボールは。まあ、とりあえず動物かな。まあ、捕まんなくて怒り状態になったら捕まえればいいかな。とりあえずレベル上げればいいか。この強さで勝てなくはないので、絶対に。でも相手もさすがに強くなってきてますからね。これ敵で出てきたとき、ダメージ800、はぁ、レベル9でこの強さか。うん、これで輝く息覚えましたね。すが、守備力アップ。硬くしとこう。あと、吹雪ブレスガード。まあ、ちょっと捕まるかわかんないですけど、これ上向けないんですよね。なんか何かボタン押して上向けたんだっけな。これ久しぶりに見たけど、レベル50ですよね、おそらく。敵の不意をついた。一回だけちょっと骨付きで試してみよう。どのぐらいのパーセンテージ生き物なのか。骨付きで最初、あ、なん30からスタートじゃん。あ、いけるいけるいける。ああ、でも捕まえといた方がいいのかな。これ捕まえる、作れんのかな、これ。あ、なら捕まえちゃおう。骨付きに、あと1個あるけど。ああ、他のマスター分で取っておきたいんだけどな。こんなでっかいのにお腹いっぱいになるのかい。肉2個で。頭何匹も蛇がいるのに。60% スタート、これ美味しいですよ。これ捕まるでしょ。一発勝負だけどね。ここで怒ったりしたら嫌ですよ。肉もったいない。で、捕まりますよね。お、メドーサボール捕まった。40か。捕まえたのが、まあ理由あって、この攻撃力アップ3とか暗黒とかついてますよね。これとかってなかなか手に入んないのでね、めんどくさいんですよ、作るの。
でここでセーブできるんですけど、モンスターであれ悪魔系ですよね。メドーサボールね。メドーサボールあいだ。あ、これ作れんな。ウィングスネークと一つ目ピエロで簡単にできんだね。イカレン扉にいるけど。でも捕まえた方がスキルとかもいいの持ってたりしますんでね。あと肉とか起こってればいいから拾いながら行けばいいかなと思うんですけど、今半分なので。またなんだ、モンスターハウスだ。知らない敵がいたら戦うけど、変な全部知ってるわ、全部知ってるから逃げよう。さっさと逃げよう。こういう時はシルバーデビル4体ね、捕まえといてね、バズズにしたいですね。あ、お、ちょっと変わったとこ来た。はい、じゃあ行きます。これってわざと遠回りしたらなんか起こってたりとか、右くるーって回ってね、何も起こってなかったらすごい嫌ですよね。この左上なんですけど、なんか見える？なんか見えないよね。あそこに他国のマスターいたらね、ちょっと無理してでも行くんですけどね。あ、ヌボーンだ。これだいぶ前に作ったの。これ捕まえといた方がいいのかな？お、お肉。お肉とはぐれメタルが見える。めんどくさいな。下降りて、あ、でもはぐれメタルはちょっと魅力的なので、倒しましょう。これでもいけるんで、全然。いや、だんだん見慣れない地形になってきましたけどね。結構。腐った肉。あれ、はぐれメタルいなくなっちゃった。あれ消えちゃうんですよね、あのモンスター。腐った肉って、肉が2個あって嬉しかったのにぬか喜びさせるなっつうの。どうしよう。このはしごの上とか行って何もなかったらちょっと嫌だから。お、宝箱開け、ミミックかな。770、まあ、ちょっといい宝箱かなーって感じはしますけど、何もないかな。で、左が正解みたいなので、まあ、もう9回まで来ちゃったね。まあ、すいませんね、今回の動画、ちょっとね、お願いばっかりでね。まあ、これちょっと文句と捉えないでいただきたいですね。まあ、当たり前のこと言ってるだけなので。お、お肉だ、あれは。お肉か。あ、リリーパッド捕まえてなかった、そういえば。え、こんな扉に出てくんの？これ多分普通に捕まえられるでしょ。今までね、真ん中にバベルボブルいたんですけどね。まあ、それ言っても、どうなんだろう。暗黒の魔人がね、2枠とかだったらね、入れられるんですけどね。あー。案外捕まんないもんだな。さっきの魔物の餌使ってリリパッドだけ捕まえちゃうか。プレッシャー。 S ランクなので、あー、今毒消し装持ってないのに。レベル10で、10でこの強さだもん。おかしいって。あ、毒治るのか。あ、なら治るんだったらいいや。リリーパッドだけ捕まえようか。これどうなってんだ、複雑だな。ヌボン。これベリアルにちょっと似てますよね。ベリアルだったら嬉しいんだけどね。ベリアルだったら3体ぐらい捕まえたいなと思うけど、肉がないんでね。でも肉ない時に出てくるマスターがいるので、どうせだったら全部使い切った方がいいですよね、肉ね。ごめんなさい、腐った肉ですいませんけど。何もないよりはいいでしょう。毒になるな。毒になってスカウト率って上がってんのかって。ああ、やっぱり 10% ぐらいかね。ごめんね、腐った肉をあげて仲間にして。まあ、リリパッドランク D だけど、いつ作れるんだけどね。まあ、配合にはよく名前出てきたけど、いつでも作れるやーとか言ってくと、そのうちね、野生で出てきたりするんですよね。じゃあしょうがないな、シルバーデビル4体捕まえるか。ちょっとめんどくさいけど、
まあ、もう出てこなくなっちゃったかな。じゃあね、バズズ作れるので、まあ、次回配信までにね、捕まえておいて、いきなりね、初っ端からバズズ作りました、みたいな感じでね。これも何かしらなるかもしれない、ヌボーン。だから、燻製肉か。マムの餌か。37%。これどうなんだろうな。一応みたいのがいいかな、ケルベロスと。あ、まあまあ入るからいいか。ヌボンランク E だもんね。で、あと3階層頑張りますか。マスターいないな今回。黒く輝く太陽がある。どっちだろう。こっちじゃないな。まあ、パッと見他国のマスターなんかいないよね。近く行かないと見えないかな。あれはここら辺まで行っていなかったらいないだろう。まあ回ってる時間宝箱も見えそうだけどいいか。お、音が消えてきた。違うモンスターになる。お、あ、ビーンファイターか。おー、ビーンファイターいいんだ。いや、これは捕まえたんですよね。お、ヤタガラス。ヤタガラスは作ってない。作ってないのは捕まえる。これもランク E とか多分そんなんだったと思うけど。ヤド&ドルマ、まあ配合要因にはいいですよね。図鑑梅とかね。あそこに宝箱あんの。あれはちょっと取りたいな。こう来るな、スプーンデーモン来るな。まあ、レベル上がるからいいけど。デザートデーモンってね、そういう意味じゃないですよね。砂漠のデーモン、悪魔って意味ですよね。もうデザート用のスプーン持ってるからね、そこドラケーっぽいですよね。意外とこのなんだろう、亡者の執念とかね、なんかそんなのありそうですよね。まあ今で言うとね、荷物タイプとかなんかついてそうなキャラクターですよね、あれね。お、スキルが上がった。輝く息覚えてますね。ってことはブレスガードも上げれば守備力も上がる、 HP も上がる。攻撃力アップの方がいいかな。バルボロスはどうなんだろう。お金どんぐらいなんだろう。5000あるのか。じゃあもし異国のマスター、肉持ってるマスターになったら、霜降り肉2個買えるので、大きいモンスター出てきたらね、捕まえられやすいですね。メドーサボールも簡単になってましたよね。じゃあどうしようかな。こっちか。あ、もう今回は、ここ上がったら終わりですね。なので、何もいなければの話なんですけど、ここでなんかいるんですよ、このゲームは。うん、びっくりした。まず何もないかな。パーッと見て何もなければもう行っちゃいます。反対側にいないよな、他国のマスター。うん、見当たらず。いないですね。はい、一番下に行きました。誘いの扉でも一番下のボスがね、仲間に入ると思うので。ドラクエ6の音楽、ドラクエ6で誘い、誘い、ドラクエ6。なんか誘うやついたっけ。もうボスモンスターはうかついね、配合できないですかね。結構必要だったりするので。お、肉発見。
肉、お、いいね。肉は絶対取っとく。魔物の餌、宝箱。お、小さなメダル、いいね。燻製肉。まあ、シプリンガーぐらいかな。まあ、あと図鑑がちょっと埋まったぐらいであって、エザナイルーラでしょ。これで一番下来れるようになって。ここの扉はそんなに、まあ、需要ないかな。あと、ダックカイトがいればあれが作れるんですけどね。ファンキーバードが作れるんですけどね。とりあえず回復して、グランスライム。グランスライムも強いな。硬いな。708万です。シビルカップさん持ってるもんね。そりゃそうだね。攻撃方向がイオ&デインしかないので、夢名将軍バルボロス使いたいけどな。絶対2回攻撃なんだ。で、冥界の霧使うから回復がダメージに変わるから、ここら辺は HP が少ないから回復ダメージに変えられたらしょうがないから。でもな、2枠だから一緒に使うわけじゃないし、だから要はこういう、これが相性悪いってことですよね。こういうパーティーになると。ってことは、バルザック入れとけば相性はいいんだ。いいんだけど、別にバルボロスと使わないから、ケルベルスとギメン将軍で行こうか。ね、おっとっとっと、で行きます。回復、回復、回復、回復しないと。明日ね、回復ね。行きます。おっとっと。誘いの扉、誰だ？誘いの扉。なんかいた？誘いって。ドラクエ6の音楽で。ああ、魔王の使いか。あ、これ作ってるわ。けけけけ、村を燃やすのは楽しいな。これも作れますけどね。お前もやるか。はい。けけ、こんな楽しいことお前なんかにやらせるもんか。なんならお前に火をつけてやろうか。あ、危ないやつだな、魔王の使いな。まあ、魔王の使い入ったらね、魔王の使い同士とかってどうなんだろう。まあいいや。あ、自称丸がいる。これ全部捕まえましたね。ギガスラッシュとかあるんだよね。ギガブレイクが全体なんだね。ってことはバイキルと自分にかけよう。よし、いきます。あ、まだこんなもんか。210か。そうだそうだわ、ね。グランドクロス。こっちの方が需要あるのか、全体的に。あ、全然強いよ。守りの木な。これで天意無宝山やったら案外ね。初の3キャラじゃないボスは。守備力ダウン。あ、しない。メラゾーマ。ノロバグ。自分食らうぞ。強者の余裕、強者の余裕ってのが一旦損するんですよね。なんかしらステータス上がってんだっけあれって。まあ大体これで型はつくんですけど、やっぱ魔王の使いが一番ねボスですよね。いったんじゃないかこれね。牛名将軍は牛名将軍で取っとこうか。まあね、まあ結構かっこいいんでね、これね。ギガブレイクまで覚えちゃおう。畜生、俺の負けだ。煮るなり焼くなり好きにしやがれ。じゃあ仲間になってくれよ。まあ危ないモンスターですけどね。あちちち、火は消しておくよ。うん、さすがワタボ。さあ、お城に戻ってゆっくり休もう。魔王の使い級が出てくるってことは、だんだんもっといいのも出てくるね。これもう作っちゃったんですけどね。おう、カズボーイよ、魔王の使いを倒したか。何？悪い誘いにでも乗らずにあやつを倒してまいっただと？いや、乗ったな。
そうか、そなたの心の美しさはマダンテ並みじゃ。美しいのか、全消費するぞ。カズボウよ、星降りの大会の代表となるべく頑張ってるようじゃな。じゃがあまり無理せんようにな。人々と交流深めるのも良いことじゃぞ。で、わしは忙しいのでこれ失礼する。急いそということで、小さなメダルはもうちょっとかな。はぐれメダルもらえるけど、一回はぐれメタル戦えたらね、レベルだいぶ上がったんですけどね、ちょっとさすがにあの離れてる距離では消えちゃいますよね。ということで、まあ、恒例のちょっとした配合をやるんですけど、まあ、配合つっても、魔王の使い、コスモファントムちょっと作りたいな。シルバーデビル、なんかシルバーデビル作れるじゃん。溶岩魔人。ランプの魔王って書いてんな、ブリザードマンで。ってことは違うのでもランプの魔王なる？ランプの魔王？ランプの魔王、ブリザードマンだと使うもん。いや、っていうのが、炎の戦士でデュランが作れるんですよ。なので、まあ、デュランにしてからでもいいけど、とりあえずはね、作っちゃおう。まあ、これ次回連れていきましょうか。守備力アップ。たたり。ベタドローン。どうなんだろう。死神。アサシンアタック。ベタドローンかな。炎、吹雪。吹雪ブレスガード。大義封じガード。斬撃封じ。吹雪でいいか。じゃあちょっとデュランをね。まあ、レベル上げてまた悪魔の召喚なんかと配合したらプラス99になるので、牛面将軍バルボロス、グランスラムいいか。とりあえずデュランができて、魔王の使い、コスモファントム作りたいけどな。リリパッドと、なんだかんだ作ってないの結構いるんだよな。ギガハンド、オクトセントリー、オクトセントリー作って、トライワインダー2体と、なんだっけな、なんかでなんかできたな、ちょっと調べとこう、それは。スプリンガー。スマイルウィザードもなんかいたな、これ。悪魔の目玉。悪魔の目玉？パラサキスのやつか。ボストロールとギガントヒルズで、なんかできるって情報いただいたの。ってことはギガントヒルズをオスにしとこうか、一匹。どうでもいいやつと合体させてね。そしたら次回ね、レベル上げた時に配合できるので、このね、この作業大事なんですよ。このゲームは。ギガントヒルズと、まあ、いただいた情報によると、できる、鬼コンボができるんだ。ってことは、鬼コンボ2体と、どっちだっけ、キラースコップだかイタズラモグラの4体配合でドンモグーラできるんですよ。なので、鬼コンボは作っといていいか。じゃあ、ボストロールもう1体必要なんだ。で、ギガントヒルズと、アトラスで、このアトラスと、ギガントヒルズでギガントドラゴンできるので、でもアトラスはね、もったいないんですよ。アトラスとね、またいるんですよ、これが。またいやらしいことに。ジャミラスでゲモンができるので、アトラス必要なんですよ、2体。もう1体欲しいんですよ。でね、これ捕まえたアトラスなんで、で配合方法がまた、ギガンテスと、なんかとか、
そういう話なんで、ギガンテスがまだ普通に出てこない状態なんですよね。これもそうなんですよ。ギガンテスとギガントヒルズでバルザックなので、ギガンテス必要なんですよね。ということで、ギガンテス出てくる扉があったら、一刻も早く捕まえなくちゃいけないっていうね。魔王の使い。魔王の使い、魔王の使い。多分ね、魔王の使い、特に何もならないもんね。ってことは、コスモファン、あ、そうか、ユニコーンとコスモファントムだ。ユニコーンどこだ？最近作ったの。ユニコーンと、あと、ムボーンとなんかでコスモファントム作っちゃうか。まず。あ、ム、待てよ、マーモン。魔王の使いもったいないもんな。パラモスでもできるし。あー、使いたくないな。エスターデーモンとかでできればいいんだけどな。なんかしらいると思うので、まあ、スライムカルゴとかでもいいけど、絶対出てくるんで、野生でね。それはその時捕まえればいいかと思います。ということで、今回はとりあえずデュラン作りましたね。まあ、それだけですね、今回の成果はね。ということで、まあ、次回また何かしらモンスター出てくると思うので、骨付き肉を用意して、まあ、進展があるように行けばいいかなと思います。扉をね、見つけられるようでしたら、まあ、そちらにね、行こうと思いますので、まあ、やっぱレベル上げていった方がいいですね。このままだと、ちょっと S ランク、まあ、きついかなとかも思いますので、どうなんだろうな。まあ、デュランできただけでもいいでしょう。まあ、このデュランの相方はね、どっかの扉にいるらしいので、まあ、そこまで行くのかなり時間かかると思いますのでね。まあ、そこまでに、まあ、いくらか強くしといて、デュランはずっとこのままにしておきます。なのでね、まあ、次回までにまたレベル上げておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。